新興公社っていう名前は聞いたことはあるんですけど、新興公社って何やってる会社なんですかって言われたら、未知の世界。未知の世界。そうですね。そもそもそのなぜこのフェーズでこういう動きができてる、うん、今があるんですか。じゃあぶっちゃけですよ、ここまでなるって思ってました。いや全く思ってない。これ結構売れてますよね。あ、そう。このラベルっていうのをちょっと僕が作らせていただきます。ラベルまず、はい、前職やってたんですか。それやってないです。やってないですよ、はい、そんなこれカットできないじゃないですかマジかさあ、というわけで、テシカワで働く企業対談編ということで、まあ、これ新しい企画なんですけども、今日はテシカワ新興公社の皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テシカワ町振興公社、取締役営業課長をしております佐藤と申します。入社37年になります。37年、はい、よろしくお願いします。同じくテシカワ町振興公社の総務課菊池と申します。現職は、総務課長やってるんですけども、あれですね、もともとは釧路の銀行を、そうです、金融機関に勤めていて、その時にちょっとテシカワに4年ほど、暮らしていたんですけども、まあ、それでちょっと紹介を受けてこちらにっていう形になってます。年齢ちなみに失礼ですけど、僕は30、今年4になります。34、はい、僕らが生まれるタイミングでもうすでに働いてたのが佐藤だという感じになるんですけども、新興公社っていう名前は聞いたことはあるんですけど、新興公社って何やってる会社なんですかって言われたら結構難しいなってところがあって、そのあたりを佐藤さん少しお伺いしようか。そうですね、町の第三セクターで、俗に言う第三セクターですけれども、テシカワ町で商工会で金融機関が株主となって設立された、株式会社になります。はい、だから結局は何をするにしても、やっぱ町の動向とかとも大きく連携して、そうですね、半官半民の会社ということになるので、具体的に手鹿賀町振興公社さんでいくと、業務みたいなものは、大きく柱立てるとどんなものがあるんですか。業務内容としては、摩周湖、カムイテラスで、ここの硫黄山木雲湖ベースの運営、それと町の委託事業で、今は、ふるさと納税の返礼品の発送業務を委託されております。今手鹿賀町にとってもふるさと納税でも切り離せないようなものだと思うんですけど、やっぱ忙しいんですか。かなり忙しいですね。はい、サバだってもう全国から来るんですもんね。そうですね、それをさばいて、出荷含めをやってるのも皆さんだって、そういうことです。これ一応去年作った社章になるんですけども、会社のイメージロゴ、モデルが白鳥になっていて、右と左の翼に摩周湖と硫黄山をもうモチーフにしていると。その白鳥というのはやっぱり渡り鳥になっていて、毎年来てくれる鳥と。だからうちもですね、毎年その手鹿賀町にですね訪れてくれるような、そんな場所にしてあいなっていうような気持ちが込めて、白鳥になっていると。それで摩周湖と硫黄山っていうのは、その僕たちが運営する施設がですねあるのがその2つなので、そこに何度でも訪れてくれるような、そんな組織というか、そんな施設にしたいなって形でこのちょっとモチーフにしています。深い。もう申し訳ないですけど、僕この写真を、ここにバッチつけてるっていうのを知らなくて、ちゃんとゆっくり見たことなかったんで、めっちゃいいっすね。僕はちょっと結構個人的な気に入っていて、そもそもそのなぜこのフェーズでこういう動きができてる今があるんですか。まず環境省さんの阿寒摩周国立公園満喫プロジェクトっていうところで、全国で8カ所ですか、国立公園が選定されて、で北海道では唯一この阿寒摩周国立公園が選定されたわけで、その一環で摩周湖硫黄山の改修を行ったっていうことですね。それをやられてきた、関わってきた皆さんだから、もちろんこの今の景色っていうのは分かると思うんですけど、でもぶっちゃけですよ、ここまでなるって思ってました。いや全く思ってなかったです。思ってないです、思ってないです、はい、
入社したてのなんかオフィスがいきなり新オフィスに変わってるみたいなタイミングで入社してるじゃないですか。そうなんですよね。まあまあ気分良くないですか。いやまたちょうどやっぱこの僕もやっぱ同等民なので、はい、ここ硫黄山と摩周湖っていうのがどんな施設だったってやっぱ知ってたので、やっぱこんなに変わるもんなんだっていうふうなすごいびっくりしましたね。そういう中で、まあ、施設、建物が大きく変わったっていうのもそうなんですけど、個人的にはお土産の品のバリエーションの変化っていうのはめちゃめちゃ嬉しかったんですよね。まあ、今一番で言うとですね、このちょっとおしゃれにシックにしている袋のもので、これがあの手鹿川の手鹿川産いちごマシュールビーを使ったチョコレートになっていて、まあマシュールビーってあの作ってはいるものの結構あんまり知られていないというか、まあまだ周知がそこまでなされていない。やっぱりそういうもののプロモーションっていうのも手鹿川町振興公社としてやっていきたいという思いから、あの地場のあの菓子製造メーカーさんの長谷製菓さんと共同で作らせていただいた、チョコレートになっています。これでもあの、まあ、初めて見かけたことだったんですけど、普通のお菓子じゃないですよね。そうなんですよね。まあ、中にあのこういうふうにですね、もう一面にフリーズドライしたいちごに、その下があのチョコレートになっていて、あのお値段が5000円っていう5000円。まあ、あのこういうふうなですね、お土産屋さんに売っている、まあ、お土産にしてはすごい高い商品にはなって、めちゃめちゃ高いですけど、これ結構売れてますよね。まあそうですね。これ完全に手作りなんですよ。一つ一つ時期によっては品切れもう起きてまして、今まで 2,3 回ぐらいは品切れだったんですよ。でちょうど紹介しようと思って、うん、ちょうどその品切れの時で、最初はやっぱ売れない、高くて売れないんじゃないかっていう声がもうあったんですけども、そこはやっぱりちょっとあの覆して売れるっていう実績をあの今なってるところですね。まあ、やっぱりあの手鹿川の特産品を使ってあのお土産の中じゃなくて特別な贈り物を作りたいっていう、まあ、強い思いがあって、まあ、約1年以上商品化にはかかりました。そんなに？あ、そうなんですか。はい。これあのマシュールビーで作ったクラフトビールになってるんですよね。これあのクラフトビール自体は今までもちょっとあの販売はしてたんですけども、このラベルっていうのをちょっと僕が作らさせていただきました。ラベルまで、はい、前職やってたんですか。そういうのやってないです。やってないですよ、はい、そんなできちゃうんですか。これを買ってもらえるような、買ってもらいたい人っていうのをどんな人でいつどんなタイミングでっていうのをちょっとペルソナ分析をですねもう一度させていただいて、こういう風なですね、まあ、可愛らしい、地場にあったようなっていう風な形でラベルを作ったんですね。なんかその面白いですね。普通これは大きな企業で考えたらそれを今言ってたことを全部一人が担うというか、その一人が担うというか関わり結構狭まってくると思うんですけど、ある種まあこういうタイミングと、まあ、ご規模感と、まあ、いろんな挑戦みたいなところでいくとすごい面白い。そうなんですよ、うん、まあ、総務課でどちらかというと事務職、総務課ですよ。そうなんですよ。そうですよね、はい、なんですけどやっぱりこう自分が責任を持って、やれるんだったら任せてもらえるっていうのが、はい、結構うちはあると思います。 あれでしたね、雪鳥がありましたね。そうです、最後にやっぱりちょっとじゃあそれは一応ちょっと尺的にカットしますこれね、そうこれはねありがたい、僕らがね関わらせてもらった写真も、うん、でもこうなんというか長谷製菓さんもそうですけど、地域の僕らもこうなんか関わらせてもらえたっていうのはやっぱすごく嬉しいなっていうの、これは大きな、ね、どこかが商品開発したらそんなことなんてないと思うんですけど、これはやっぱりこの新興公社さんだからこそ地域とこうっていうのがすごい地盤に根付いたっていうところではあると思って、売上ランキングの1位です。マジっすか。ね、めちゃくちゃ売れてます。本当ですよ。め、そうですよ。あの何百っていう量じゃないですよ、もう、うん、何千っていう。パッケージ、まあ、ロングドシャーも美味しかったですけど、わりかしでもそれでいくとパッケージの力結構大きいですよ、はい、これカットできないじゃないですかマジかあ、そうなんだ、うん、あまだ1年経ってないけど、はい、本当にすごい人気で、ありがとうございます。
まあ今はこれですけど、まあ、どんどんアップデートし変わっちゃうの変わる可能性もありますけど、まあ、でもそれはあの逆に言うとね、僕らも地域の皆さん、それこそ地域の皆さんのいい写真とかあるのは、まあ、そんなこともあり得るっていうことですよね。あ、めちゃめちゃすごい、やるよ、お願いしてる。あ、確かにいいですね。いわゆる転職移住みたいなところに行く、今その手塚部での生活、また新興校舎さんの生活はどうですか？そうですね、まあ、もうすぐ2年経つんですけども、やはりそのとてもやりがいが多い2年間でした。まあ、最初にこういうふうなのやるよっていうのはざっくりは聞いてたんですけども、やっぱりこうやっていろんなものに携われるので、もうやればやるほどこうやりがいが増えていくっていうのが、やっぱ転職してよかったなっていうところだと思います。あの、僕個人的にはあの趣味がちょっと釣りなので、ここだと釧路川があったり釧路湖があったりってことで、とても釣りとしてはですね、釣り人としては本当にもう絶対に行きたいみたいなところではありますね。そんなところで暮らせてるっていうのは本当ラッキーなのかなっていうふうに思われますね。今思い出したんですけど、あれですよね、新興校舎さんのそのメリットでもあると思うんですけど、勤続年数が長い方が非常に多いっていう、ね、もう僕より上の世代の人たちはみんな20年超っていう形の、すごい、それもそれですごいですけどね、はい、すごく離職率が低い会社になってますね。はいはいはい。だから逆に言うと、これはまあどっちも同じことが言える、そこの層がガバッと抜けるときも来るし、企業としての持続可能性を考えると、まあ、実際問題、あの昨年度末で、まあ、5名定年を迎えるっていうのがあって、まあ上の方がちょっと大きくて、下が少ないっていう、まあまあやっぱ構造だったので、そうですね、まあ、結構大変だなと、まあでも本当にこれは考えよう次第ですよね。逆に言うとそれだけある種未来を担える余白がすごくあるっていうところもあると思うので、かつさっきの菊池さんの商品開発の話とかを聞くと、まあ人それぞれですけど、僕みたいな人は結構わりかし燃えてくるというか、そこに本当に刺さろうと思えば形にしていくっていうところも含めては実際やられてるので感じてるんだろうなっていうのは聞きながら今思ってたので、そういうフェーズ。あの、まあ、これからあの、まあ、手鹿が市街地も含めて、まあ、川湯温泉も含めて、まあ、いろいろ動きが出てくるんだろうなっていうことで、まあ、面的なこの地域全体が良くなっていってほしいと思うので、まあ、ぜひそういう仕事に、まあ、関われるので、まあ、新興校舎も、まあ、選択肢に入れてもらえればなと思います。はい。まあ、論じるのは結構誰でもできるんですけども、実際にやろうと思うと小さいことでも、まあ、自分もそうですけど、なかなかこうできないところって多いと思うんですね。なのでその課題解決力を持った人が集まってほしいとかではなく、課題に向かって挑戦できる、それをやりがい面白さっていうふうに見出せるような、まあ、仕事であるので、そういうのに興味を持ってもらえるような方々にぜひ来てもらえたらなって思います。ありがとうございます。まあ、あの今日は僕も事前取材とかである程度知ってる部分もあったんですけど、なんかその結構対談の形式をとってマジで良かったなっていうのは結構本当の感想で、まあ本当に今僕も肌で感じてるんですけど、やっぱり全国的に見ても手塚川の今後の動きっていうところは、まあ、かなりこれは関心を持ってる層は本当にいるなっていうのを感じてた中で、まあ、本当にそういう意味でも新興校舎の立ち位置っていうのはすごく重要だなと感じたので、まあ、何かあの PR とか発信の部分で今後も協力できることがあれば頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで今日は初の対談企画でしたが、新興手塚川町新興校舎の皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。